分かった気になれ。フランス・パリで亡くなった夭折の天才画家というと佐伯雄三が思い浮かびます。パリの街角にある広告が描いてある風景画が有名ですが、どうして彼がそのような描き方をしていったのかというと、あるきっかけがありました。それは彼がパリに渡り絵画の勉強をしていた時に描いた作品、ラフを描いたものをバラマンクに見せた時、アカデミックと言われ否定されます。その後雄三は自分自画像を描いていきます。1924年、彼が26歳の時に描いた作品立てる自画像を描いています。この作品は自分の顔が途中で削り取られており未完成となっています。しかもこの作品のキャンバスの裏地には夜のノートルダムが描かれており、自画像は裏面になっています。